こんにちは。こんにちは。膝小僧が可愛いですね、お姉さん。その視点で見るやついる？うん、鶴。鳥？鳥？え？おばあちゃんの名前だわ、鶴は。おばあちゃんがこれ。俺たち一緒に来ないから、別に。歩いている時に白が吠え出したらレアなアイテムを見つけたのかも。白の行き先を見守ってみましょう。フードとかちゃうんかお前レアって。あれめちゃくちゃ走ってくじゃん。お前のレアと俺のレアはちゃうぞ。何別にもらえたとしてないし。あれ掛け声変わってる。え、そう、ブリブリーだったのに。田舎でたまに聞こえる鳥の声ね、それ。加藤長じゃん。ドクター遊べるかチェックしています。そんなことあります？今までの人生の中でやってますけど。あ、こんにちは。こんにちは。膝小僧が可愛いですね、お姉さん。その視点で見るやついる？じゃあまずこの人のお話聞いてみましょうか。お話聞いてみます。しんちゃん、お願いした材料よろしくね。何ですか、お願いした材料って。教えてくださいよ。え、なんだろう。教えてくださいよ、膝小僧さん。べっぴんさんは発明家、天才発明家ゆりのお姉さんから発明の材料集めよ、あらかんたんのかけら、鉄の原石、真空管。のらりくらりやってれば集めあるんじゃないですか。のらりくらりで真空管とか集まるか。集まります、集まります。行きましょう。白が、あ、白が、はい。あ、じゃあ街で道端に落ちてるのを拾ってけばいいわけね。まあそういうことですね。分かった。事前活動、事前活動。何だと思う、これ。これはね、こんなとこ落ちてる。お宝やん、マジモンの。あらかったのかけら。さっきのミッションリストにありましたよね。あったね。お、本当に覚えてる？覚えてるよ。でも真空管がやっぱないとさ、結局始まんないというか、うん、真空管ね。あ、めちゃくちゃ落ちてる。あ、やった。あ、白。歩いている時に白が吠え出したらレアなアイテムを見つけたのかも。白の行き先を見守ってみましょう。ドッグフードとかちゃうんかお前レアって。あれめちゃくちゃ走ってくじゃん。お前のレアと俺のレアはちゃうぞ。行っちゃった。ここじゃないの、ここじゃ。拾ってけ、拾ってけ。うるさい、しろ。おう、鉄。これ持ったっぽいよね。どけよ。いや、取られんだ、取られんだ、そいつ。体入れろ。あー、やばいやばい。一度食べてみていいか。うん。お前が一度食べれていいかって。あ、観覧席。やったやったやった。めちゃくちゃ今ディスってたな。ディスってませんよ。しろ、シロ、お前もディスるんじゃないよ。ミックスサンドは無理だから君には。これでしょ、シロが言ってたの。これ？ほら、真空管でしょ。おお、早。もう集まったんじゃないの？海の町じゃん、ここ。アラカンタンのかけらが足りないね。もうちょっと落ちてるかね。なさそうやな、あんまりな。あんまりなさそうやな。あ、こっちダメか。え、その後ろに抱えてるの真空管じゃありませんか？でかっ。ぽいけどな。でも下降りても、あ、なんかイケイケお兄さんいるよ。イケイケかこいつ。ギターが似合いそうだけど。夢を追ってる星野源みたいなものなのかな。じゃあ夢もう追い果たしてるでしょ、あの人は。お、白い犬、今日はいいことありそうっす。思ったより軽かったなこの人。でもこういうやつは慕われるからね。慕われる？慕う方じゃなくて。ふっと坊主、このサービスは特別な許可が必要だぜ。急に演技派やめて。じゃあ公園行ってみます。そうだね、公園に多分落ちてるはずだから。あら簡単のかけらが聞いたことないけどね、公園に。あ、落ちてる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 。いや、はい。ああ、今じゃないんだよな。ないじゃん。ないね。あ、なんだ今の。あ、こっちにも行ける。あ、こっ、お、いや、な、何、別に。もらいことしてないですよ。ってなると、あれ、あ、あ、なんだこれ。これ何回も行き来したらここいっぱいもらえるんじゃないのか、これ。まずは熱盛の魚釣りみたいな感じやな。あったん、全部揃ったね。ほんと？うん、ほんとだ。早いね、仕事が。こんにちは。なんでケイチが欲しいかなったの？ゆりお姉さん、材料持ってきたぞ。よし、早速発明しちゃおう。よっ、ほい。うわ、危ない。めちゃくちゃボタン押してる。よし、いっけー。じゃ
惣菜南北またまた大発明大発明ってね、うん、惣菜南北大発明って言ってドラえもんの秘密道具みたいな感じでね惣菜南北は大発明街頭にもなる街頭テレビよだってすごすぎてえ、なんだってテレビにしか見えないぞ街頭にもなる街頭テレビ街頭にもなる街頭テレビ、うん、つまりはゴミ、うん、ゴミを集めてゴミを作ったゴミ発明家かこの人そうだよゆりちゃんの発明ってこういうのばっかりなのほら、ほんとだ5歳児か6歳児にこういう風に愛想つかれてるからしんちゃん、スミと一緒に中央エレベーター前に設置してきてくれる設置落とすんじゃなくて街頭にもなる街頭テレビ街頭にもなる街頭テレビ哲学的ですよねうん、どこかかわからんけどあ、これエレベーターこれエレベーターでしょあ、エレベーターこれ原始的だね原始的、エレベーター原始的だよ、大体あ、そう、うん、大体原始的だからエレベーターなんて原始的じゃないエレベーターって何逆にいやなんか天井を見上げるとなんかキラキラしてたりとかさスカイツリーのエレベーターじゃないかそれ絶対にスカイツリーのお花がキラキラしてたりとかさめちゃくちゃ鼻痛い耳痛い耳痛いっていうやつ出始めるエレベーターじゃんそれちゃんと表示が現れるやつとかあるじゃないスミちゃんなんで広場にテレビが必要なの正論やな街の大事なニュースをテレビでみんなに伝えるんだってテレビもねえのかここはそういうことオールウェイ三丁目の夕日かよそうなん時代背景あテレビがね第三新機種みたいななんだっけ第なんだっけ三種の神器そこ呼べんの俺だけだから三種の神器ね第三新種機きっと偉い人じゃないそのテレビを見た大人たちをこう洗脳させるっていう多分、うんあテレビでなんだっけマルゲリータだっけダンシャーリの策略、うん、あああの人ねそうでかっでかっこんなでかかったのかいお前作ったの思ったよりでかこれは素晴らしいでも拍手そこまでするほどのことじゃないと思うけどな、うん、そうかいあら、うん、何か映っでもこれNHK の方来ない受信料払ってくださいって来るかもしれないよねこれ来るよねきっと偉い人のマークよあ、ダンシャーリーダンシャーリーのマークだこれなんか目みたいだぞホラー始めてるな気分報告しに行きますか目だけ映すのやっぱちょっと施工完了したらさ、うん、その報告まで大事やんでフィードバックもらって工事業者じゃないから次に行かそうっていういやまあそういう仕事でもあるけどもしんちゃんありがとう手伝ってくれて助かっちゃったご褒美は膝小僧見せてあげるよ熱い熱いぞほてっちゃってるね体がね街頭テレビちゃんと映ったでしょもう映ってましたねうん映った気がするよ目だけね依頼主も喜んでたわ古い知り合いの頼みで断れなかったのねえねええ食堂のお客さんが減ってよそいさんが困ってるって自動配膳ロボットでも作ってくれませんかねめちゃくちゃ怖 いやお客さんが減ってるからねちょっと違う気がするちょっと違う音楽だと思うわかった私も少し考えてみるから明日また来てくれないでももうここ来れるかわからないんですけどそうなんだよ次元が違うかもしれないからさまた明日話を聞きに来よう実験家帰っか家帰れるんかな行ってんじゃないですか、まあ、電車でもう乗れるかははあなんで一緒に行こうよねえねなんでそんな一緒に歩いて行っちゃうの彼氏に思われたくないみたいなやめてよいや奥行きがわかんないの奥行きが絶対 UFO キャッチャーやなこいつ奥行きがわかんなかったのボタンシロシロ心不安になるよね心不安になったねどうやって動いてんだろうこれなんだったんだここは秋田の空気うめー、タイムリープしてるあれ
夢しんちゃん、ご飯できたわよ。え、怖か、睡眠薬飲まされてたか。ミサイに、え、てか机なんだ、あそこ4隅みたいな。ちょっとなんかね、砂とか灰舞うんちゃうん、そこ。ねえ、じいちゃん、ここが一番楽しいからね。うちじいちゃん好きじゃないんだよ。なんてハゲてるから、なんか俗っぽいから。そういうあなたが俗ですけど。ほう、見事なお尻じゃが。おらも本物見たことがないからわからん。いいのかよ銀之助。ペチン。ハゲてるところだけ狙うな。全部ハゲてるだろこいつ。やった、夜の探索できる。ここが一番好き。てかもうカブトムシ見つけよう。今日でカブトムシ見つけなかったら俺はこのゲームをやめようと思って。やめてよそんなこと言うの。だっていつまで経ってもエリア解放しないんだもん。エリア解放、確かにな。シロンヌも一緒に行こうよ。お前そういう無駄な時間か。お前時間を過ぎさせてるんだよ。シロンヌ、あ、何これ、アセロラ。プチトマトだろどう見ても。これ何でアセロラ入るんだよここに。アセロラ 100%。 プチトマトだって。だからあれ掛け声変わってる。え、そう、うん、ブリブリーだったのに。田舎でたまに聞こえる鳥の声ね、それか東南アジアでいる鳥ね、どっちかだね。我慢しろよ。我慢できない。我慢しろよ、だからお前我慢しろ。いや、待てないんだよ。漏れてるんだよ。できた、我慢。おいかわ、配給のおいかわさんね、サーブがとても強烈です。知らなかったか。いやいや、サーブしたつもりだったから。沼秩父、秩父、沼秩父が結構釣れるからね。釣れる、釣れる、釣れる。あ、現実世界にいる魚なんだ。うん、でもこっちにさ、木なかったっけ。あ、ここ行けないか。行けないんですよ。やばい。左。あ、あ、いないか、木に。こっちも行けたよね。こっちも行けたか。あ、左、いやいやいや、めっちゃ光ってる、なんかこれ。今までと光の感じが違う。え、そう？うん。一緒だけどな。一緒じゃんけ。誰だよ、セリフ埋めてんの。こいつだろ。お前か。起きろ、お前、起きろ。お前、セリフは埋め、捨てんだよ、生ゴミとして、外に。いらねえよ、じゃないんだよ。セリハンターじゃん、俺ら。称号？ここ行き来しよう。行き来して、この木にカブトムシを。もう一回、場面変換して、もう一回。ほら。何回もやって、カブトムシを、そう、いないか。あー、行き来してたら終わった。多分これあれだね、時間経過じゃなくて、うん、この場面転換で。で思った。寝相悪いな。誰に見たんだ？あれだよ。お前か。お前のそんな武将劇がこういう結末を招いてんじゃねえのか。いや、関係ないだろ。おひげと寝相は関係ないだろ。空が綺麗。すごいね、本当に星の数が100万個だね。うん、もっとあるよ。あ、綺麗。なんだこの新マップ。確かに見たことないね。いただきます。うわ、ひまわりのご飯貧相なんですけど。それ離乳食だろどう見ても。ちょっと足りないんですけども。小骨とか喉に引っかからせちゃってさ、救急車呼ぶことになっちゃうじゃん。でも救急車めっちゃ遠いからさ、1救急してもさ30分ぐらいかかっちゃってさ、すごい大変じゃん。だから離乳食にしてるってことじゃないの。ごめん、そこまで言うか、ちびっこに向けて。味付け海苔もちゃんとあるじゃん。味付け海苔食べて、うん、バリバリーっていうまでがお決まりですよね。ブリブリーじゃなくてね、うん、バリバリーですよ。ほい、行ってきます。無視されちゃった。あ、そっか、トマト。ぬすっといるんです、ぬすっと。いや、おばあちゃんだから。おばあちゃんぬすっとじゃないから。おばあちゃんかよ。大したもんだ。いっぱい野菜一個できたな。水の枝も大したもんだ。あ、だいぶなまってるな。じいちゃん、もう早く行くって言ったら何だ？どんでたもんが？やりたいけど。キラキラ光っている野菜は十分に育っている証、 A を押して収穫しましょう。はい。たくさん野菜を育てて、鶴に認めてもらえれば新しい種をもらえるかも。何？鶴？鳥？
鳥おばあちゃんの名前だわ、鶴は。おばあちゃんがこれ。おばあちゃん死に来ないから、とりあえず収穫して。収穫しましょう。おー、一気に。円を描いて収穫したよ。円を描いてキャノン。キャノン。円を描いてキャノン。カメラの。カメラ、北村かよ、お前はよ。いや、キャノンだろ。野菜を太郎やっから。違う会社出してくんなよ。やったー、かぼちゃ植えたい。かぼちゃなんで、かぼちゃなんか美味しいじゃん。あんなでかくなるから3年ぐらいかかるだろ、かぼちゃ多分。3年もかかんないでしょうよ、わかんないけど。畑で A を押すと種を選んで植えることができます。野菜の近くで A を押すと水をまきます。へえ、便利な世の中。あー、2から、あー、5日ごとでね。あ、読めなかったか、わかんなかった。 5、ね、5習ったことない。5だけわかんないんだ。毎日水をあげれば収穫量が増えるかも。うわー、かぼちゃねえじゃん。ナス、よし、スレイ。甘坂じいさんの町かんだよな。全部に植えよう、とりあえず。じゃあ、うめい。いいね。全部ナスにしていい？ダメだろ。普通ここ、この4択でこの4つあってナス4つは無理よ。やっぱ目は一緒だね。なんか違いがわかるかなって思ったけど、そういう細部へのこだわりのなさ、残念です。厳しい、レビュー厳しいな。この子光ってなかった？ん、気のせいか。あれ、おじいちゃん埋まっちゃった。ここ、うん、いたんだよね、おじいちゃん。おじいちゃん埋まっちゃってるわ。これ、おじいちゃん埋まっちゃったから天に召されたわ。いや、埋まってるから天に召されたんでしょ。なるほど。あ、いた。 あ、やべえ、浮気現場。やべえ、見ちゃった。あ、どうしよう。見ちゃったな。赤ちゃんいんのに。いや、もう赤ちゃんは。赤ちゃん持ちながら浮気。子持ちなんですけど大丈夫ですか？あ、塩辛トンボ。あ、ほんとだ。あ、あら、しんちゃん。やだ、この男目が死んでる。怖い、光がない。ね、怖いね。わお、奇遇ですな。母ちゃん、こんなところで何してるの？うちで採れた野菜を直売所に置いてもらえることになったわ。直売所で置いてもらえることになった。ミサエさん、絶対才能ありますよ。こんなに見事な野菜を育てるなんて。山を寝ようとしてんだろ。山をミサエと寝ようとしてんだろ。お昼寝一緒にしませんかって。気持ち悪い。自分の発言気持ち悪かった今。キン、あ、やばい。マウスピースつけてるわ。やった。もうこのまま農家になっちゃうかしら。すぐ調子乗んだから、あんた。応援しますよ。直売所も手伝ってくれたりしたら助かっちゃうな。はい、喜んで。たい焼き、たい焼き食べたい。あなただけです笑ってるの。なんてよ。おもろかったや、今。青空直売所ではお小遣いを使って野菜や食材を買うことができます。品揃えをこまめにチェックしましょう。え、俺が買うの？でも買って種で植えてみたいな。買ってカレー屋さんに売って。めちゃくちゃその二次販売するやん。トレーディングカードぐらい二次販売するやん。村の掲示板ではいろんな人からの交換依頼が張り出されています。でもしんのすけって字読めない。カブトムシがあるぞ、これ。ほんとだ、譲ってください。なるほどね。だからこれでカブトムシをゲッチュするんじゃないの。いや、譲ってください。だからあ、バカだ。とりあえず掲示板見ましょう。はい、手伝ってくれるのかい。譲ってください。長靴、セリセリアセリ、カワヤツメ、西洋ミツバチ。うなぎじゃないの？これうなぎじゃないの？カワヤツメです。セリいらないから、セリ確かに交換しようぜ。それでいいかい？うん。あ、ここであげれるんだ。そうそうそう。オッケー。どうもありがとう。イエス。わあ、かっこいい。で、上のこの忍たま乱太郎のおばあちゃんにもセリあげよう。それでいいかい？クマバチ。オッケー。どうもありがとう。うわあ。あとはルリタテハとかもまあいっか、いっぱい持ってるしね。違う。あ。それでいいかい？違う。どうもありがとう。ついていい？行く。あ、セリ。セリだろ、どうせ。あ、コゴミだった。あ、ハチじゃねえや、セミ。あ、セミ。
日暮らしか。やっぱカブトムシは夜か。あれ電車が来てないぞ。あ呼ぶだってゼルダじゃないから、ね、馬呼ぶ時のね、そうどうする、どうしよう。そっか、あのさ、カブトムシとさ、ゆかり、うん、シソね。あ、シソ、ゆかりってあれ、シソの味のするふりかけだからそうなの、うん、初めて知ったわ。あ、これサブミッションなんだ。あー、まあでもシソとカブトムシはまあ夜行けるか、うん、一気に。そんなら行きますか。この年に自動運転なんてできるんですねできるだろいや今完璧じゃないんですよ自動運転って。まあレベル3はクリアしてレベル4を今やっていこうっていうような感じだよね。うんいつ来ても夕方やん。すごいことに気づいてしまったね。いつ来ても夕方やん。いつ来ても夕方やね。やっと気づきましたね。なんか怖いことに気づいちゃったかもな。トロットロッおい、空間反知認知能力がねえよお前今よ。ちょっとチンチンするな。クッチいいよ帽子の蝶ぐらい。